今日のナイス川柳。ナイスな川柳を毎日更新中。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。かわいい川柳グッズを販売しています。概要欄のリンクからチェックしてください。大食いのチャレンジメニューにつくタッパー。お題、安心してください。まここちゃん、もったいない。言われてへこむショートヘア。お題、ダメ押し。ともこ1967。愛犬のカットはすぐに気づく旦那。お題、 CPU。 ともこ1967。いずれ世話なるしと差し出す頭金。お題、布石。アキソルさん。馬は乗るより見てかける方がいい。お題、馬術。アキソルさん。序盤から飛ばしてリタイアバイキング。お題、序盤。白玉さん。このお菓子賄賂じゃないよ、もらい物。お題、安心してください、あゆかさん。スマイルの絵文字打つ君無表情。お題、パフォーマンス。テラリュウさん。沸点が低くて接客業は無理。お題、沸騰化。ローズ桜子さん。老後資金間に合わせるぞ、宝くじ。お題、布石。ピカラさん。馬術見て旦那を起こす、軽い蹴り。お題、馬術。ピカラさん。長生きのための布石は打ってある。お題、布石。すっぽんさん。序盤から味見がかりの出番です。お題、序盤。豆腐ボーイさん。何鍋にするかで家族会議する。お題、沸騰化。泉心さん。都合悪い話の始めはそういえば。お題、布石。 JPGR さん。父さんの手作りの棚、物置かず。お題、安心してください、梅田川太郎さん。お誘いを受けるためにはたまに負け。お題、八百長。豆腐ボーイさん。現地には行かずお江戸で作業服。お題、パフォーマンス。 NBD デザインさん。家事だけは指一本触れない彼氏。お題、安心してください、193さん。